長田から A11 月8日は、中国東大の宦官,官である。俗に本記によると、内市駅庭令と記されており、駅庭令とは、内市省管轄の長官で、宮人の名席及び駅庭偶の助行のことを、鑑賞した役職である。そのため、宦官,官が認じられていると、新東所、宦官列伝上には記されている。当の大歴13年1月13日に、 当の皇帝、大僧の命で、長安に到着したばかりの検討士、小野岩根らを馬で出迎え、工場の外宅に落ち着かせている。さらに4月、皇帝の直命により、答えの神仏を持って、日本に派遣されることが決定する。検討士たちは、本国への皇帝は、遥か遠く、波風の予測がつかず、万が一船が転覆したら、訓命に背くことになるとして、 これを、やんわりと断ろうとしたが、皇帝は、陳は、少しばかりの神仏を持っている。今、蝶と見てるらを使わして護送させるのだ。それが道義であり、心遣いには及ばないと答えている。4月22日、蝶と見てると方官4人は、国土の宝化を携え、検討士に随行して来庁することになった。しかし、11月に出港した、検討第一船は8日の初行。 嵐に遭遇し、福島の岩値ら38人と共に、長富見てるら同士の25名らも巻き込み、溺死させてしまった。第一船は、へさきと共が二つに分かれ、生存者はそれぞれに捕まり、薩摩国古式島軍と肥後国天草軍に流れ着いたという。朝廷は、放棄9年12月17日、長富見てるに足ぬ80匹、綿200トンを贈呈した。 彼の果たすはずだった日本への返礼師の代表は、同時に派遣された方眼の孫教振が代行することになった。ありがとうございます。